雨上がり決勝の宮迫です。どうも、野生爆弾ロッシーです。よろしくお願いします。実際に会うのっていつぶりや？いつぶりですか？何年か前や。もうけど3年とは言ってもいいんちゃいます？4年、4年、5年。昔大阪時代は遊んでたもんな。そうです、そうです。はい。だけどこっち来た絵もちょこちょこあったんですけども、やっぱり三松さんとか。あ、その名前出さない。あ、ダメですか。ちょっとピンクになってきて。ほんまにダメなんですか。もう出すたんびに数百単位で登録者が減んねん。いや、マジですか。今減りましたから。俺最後に覚えてるのはさ、道歩いてたらファンの女の子に宮迫さん、多分頭のおかしい人がついてきてますよって言われて、振り返ったら鉄板を掲げて後ろがついてくるロッシーがいた。これはいや理由があって、河本純ちゃんと3人で飲んでたんですよ、渋谷の地下のバーで。俺いつもそこたこ焼きパーティーとかするのに、自分でたこ焼き器を買ってそこに置いてもらってたわけ。でももうお店閉めちゃうから、それをもうどうにかせなあかんってなった時に、ロッシーが「僕ください」って言ったんです。まあちょっとその店も閉まるし、まあちょっともう一軒どっか行こうかって言って渋谷の街を歩いてたんです。ほんでまあ重たいから結構ロッシーは後からついてきてて、ほんで俺と純ちゃんが前パーッと歩いて喋りながら歩いてたら、女の子がパーッて集団で来て「危ない、逃げてください」おかしな頭のおかしな人がついてきてます」って振り返ったら、いや普通さ小脇に抱えるか何がしかすんのを縦に鉄板をこう持ってる。それも襲う準備や。いや、底抜けたから、箱底抜けたから。なんでこうすんねん。こうしかないですよ。おかしい。鉄板をこうやって渋谷歩いてる人はおらんやん、そんな。それは目立つからやめてロッシーっつって、まあ一応まあ横に抱えて、あ、こっちの方が楽っていうね。そりゃそうや。こっちの方が楽や。それ宮迫です。